皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回ですね、約60日間で LINE アットに350人以上集客をして、月商で100万以上達成したですね、あの貝倉さんと一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですけども、貝倉さん本日はよろしくお願いいたします。いたします。はい、お願いいたします。というか、まずちょっとお名前からお伺いをしていきたいと思うんですけども、お名前は貝倉美沙さん。はい、はい、はい、ございます。はい、ちなみに今どういったご活動をされていらっしゃる感じでしょうか。今はですね、ママを中心に、SNS クリエイターという職業を、広めるお仕事をさせていただいてます。ね、SNS クリエイターの、まあ、宣伝、こう、そうですね、代理販売という感じですかね、はい。代理店もされていらっしゃってて、まあ、SNS クリエイターとしても、活動しているよっていう感じですね。はい、わかりました。ちなみに、この、まあ、タイトルにある通りね、この約60日間で今回350人集客した方法ってことをちょっといろいろね、聞いていきたいなと思うんですけども、実際にこの集客した期間っていうか、LINE アット本格的に集め出した期間ってどれぐらいなんですかね。ですね、10月の頭ぐらいから、にやり出したんですけど、で、今も12月で、まあ、2ヶ月、ちょっとぐらいですね。そうですね。2ヶ月ちょっとぐらいで、はい、あの、350人実際 LINE に集客できていると、はい、いうことですのでね。はい、まあ、動画を見てくださる皆さんもぜひね、最後まで見ていただきたいと思います。はい。ということで、まあ、秘訣は後ほどお聞きするとして、まず最初にちょっと SYK 弊社を、どこで知っていただいたのかなとも聞いていきたいと思うんですけども、はい。これは何がきっかけで、もともとですね、まあ、在宅ワークをすごい探していて、はい、まあ、今、3人子供がいるんですけど、はいはいはい、一番が5歳で、で、まあ、出産した時から在宅ワークをすごい探していたんですけど、はい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 、まあ、だから、自分にスキルもなかったので、まあ、なんかなんですか、デザイン系とか、よくあるじゃないですか、そういうのもスキルがなかったのでできなかったんですね。はいはいはい、で、なんかまあ、できることがなくて、で、家でね、何かシール貼ったりっていうか言うのも、単価が低いので、で、小さい子供がいるし、危ないので、強引とかで、はいはいはい、で、やることがあったんですけど、まあ、たまたま、お友達から、その、美容系の、オンラインショップを持てるよっていうお話があったんですね。で、あ、じゃあ、それなら、お家でできるっていうことで、やり始めたんですけど、やっぱりその、オンラインショップがあるだけで、集客の壁にぶつかったんですね。はい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 。で、その時に、ちょっと YouTube とかで、いろいろすごい調べてて、集客について。で、そしたら、その SYK の、ケタノさんとかの、動画に行き着いたんですね。ああ、なるほど。で、そこからすごい見まくったんですけど、だけど、実践しても実践しても、やっぱりうまくいかなかったんですよ。はい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 。で、その時に、その募集がちょうどあったので、はいはい、もうこれはかけるしかないなっていうことで、参加させてもらった感じですね。うんうん、なるほど。そこから弊社の、本講座の方にご参考に。はい。はい。かしこまりました。で、実際、まあ、次にどれぐらいの実績が出ましたかってところを聞いていきたいと思うんですけども、これが実際にタイトルにある通り、はい、まあ、約2ヶ月で、LINE アット350人と。すごいですね。売上で言うとどんな感じですかね。先月は月商132万。はいはい。あ、なるほど。はい。約130万円の、実際月商と。はい。はい。すごいですね。ちなみに貝倉さん自身ってもともとまあ、在宅でお仕事を探してたっておっしゃられたんですけど、その時っていうのは月、例えば副業とかでいくらぐらい稼がれてたんですかね。うちの学校入る前とか。ですね。はい、まあ、知り合いの、まあ、経営者の方がいて、はいはいはい、まあ、ちょうど人材不足っていうことで、その、まあ、子供も一緒に連れてきてもいいから、ちょっと一緒に手伝ってほしいっていうことで、パートに出てたんですね。あ、なるほど。副業でちょっとというかパートをしていたと。はいはいはい。で、まあ、子供を連れながら、はいはい、その、会社に行ってパートをするみたいな。うんうん、で、それ大体月7万ぐらいですかね。はいはいはい。まあまあそうですよね。まあ結構、でも月7万稼ぐのってやっぱ結構あれですよね。本当に週に5回とかやっぱ働いて、それで、そうですね。やっとですって感じですね。うん、
それが今では何倍ですかね、7万から130万ってすごい本当ですね、何倍だっていう話ですけども本当ありがたいです。はい、いやすごいですね。実際にこの、ま、次にその成功できた秘訣っていうところについて聞いていきたいと思うんですけども、実際に、今 LINE アットにまず350人集客をされていて、その LINE からね、あの実際にそういう、ま、講座っていうのをご紹介とかさせて、あのしていただいてると思うんですけど、インスタグラム基本的にどっから LINE に今集客していただいてるって感じですかね。大体今はほとんどインスタグラムが一番多いですね、うんうん、インスタから LINE って感じですね、うんうん、そうですね、メインと。はい、実はですね、あの今回カイクラさんのですね、あのインスタグラムっていうのもね、ちょっとここにあの表示を、させていただいてるんですけども、はい、こちらですね。はい、ちなみに今こちらのカイクラさんのインスタグラムで、まあ、フォロワー数で言うとも2165人と、はい、いうことで、まああのまあ、僕のインスタもそうなんですけど、別になんか僕らって3万フォロワーとか5万フォロワーとかめちゃめちゃ別にインフルエンサーみたいなフォロワーが多いっていうわけではないんですよね。でもそれでもしっかりと月収7桁以上っていう収益を上げられているっていうところの秘訣っていうのがね、ここに隠されてると思うんですけど、やっぱりカイクラさん自身も、このインスタを運用していく上であったりとか、まあ、フォロワー増やしていく上で大事なこと、あとは LINE 誘導していくときとかで、それぞれで、こういうとこ気をつけてるよっていうポイントとかってあったりされますかね、インスタグラムで。そうですね。インスタに関しては、やっぱり、その私も、素人、うんうんうん、から入ったので、うんうん、その専門用語とかは全くわからないんですね。で、ママだし、うんうんうん、なので、その、わかりやすく、うんうん、もう本当になんか小学生でもわかるような、うんうん、その単語とか、うんうん、まあ、説明をする言葉とかを、うんうん、まあ、本当に簡単にお伝えできるようにとは心がけています。これ大事ですよね。小学生でも分かる言葉を使うってこれめちゃめちゃ重要ですよね。うん、確かに結構情報発信とかでなかなかね反応取れませんっていう人って無理やりなんか専門用語使おうとするみたいな。なんかデザイン初心者の人に向かってなんか HTML とはみたいなね。そうそうそう。まあ、小学3年生でも分かる言葉使いはやっぱ使う。これがやっぱインスタグラムのタイトルとかでもそうだし、ね、あとは日々の LINE の配信とかでもね、意識されてることかなと思いますね。うんうんうん。なるほどですね。ちなみになんですけども、なんか、インスタグラムの投稿の内容とかで、カイクラさんが意識されていることであったりとか、あと、こういう内容を意識的にインスタグラムで発信するようにしているみたいなのってありますかね。なんか、マイルールみたいな。うん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 。なんか、やっぱり、テクニックとか、うんうん、なんか、ノウハウって言われる部分は、うんうん、なんか、なんですかね、もう、それは、置いといて、やっぱりやるかどうかっていう自分の気持ち、やっぱりこ、うんうん、ママって子供に左右されやすいので、はいはいはい、なので、その子供に、まあ、今日グズグズしてるからできなかったとか、うんうん、っていうのってすごく多いと思うんですね、うんうん。私もすごい経験があるので、だけどそれも、どうやって稼げるかってそこの自分のマインドだと思うんですね。うんうんうん、確かに。なのでそういうところも、まあ、わかりやすく伝えて、その、自分の、まあ、子供のせいにするんじゃなくて、うん、自分がやるって決めたら、やった方がいいよ、みたいな。うんうんうん。うんうん、失敗しても、それをまたね、改善していけばいいよっていうことを伝えられるように、うん。始めますね。はい。ああ、なるほどですね。こう全体像をやっぱ見せるってすごい重要ですよね。確かになんかそれこそね、例えばプログラミングもデザインとかもそうだし、SNS もそうなんですけど、初心者の人にいくら難しいテクニックの話しても、まあ、わけわかんないわけなんですよね。それよりじゃあ具体的にそういう、どういう仕事なのかっていうのをまず知ってもらって、で、じゃあ SNS クリエイターをやることでどういうふうな未来があるのかとか、そういったところの全体像っていうのはやっぱ魅力っていうところをまず知ってもらったりとか、まあ、あとは、そのマインドセット的なところですよね。やっぱ一歩踏み出してもらうための、まあ、自分の実体験であったりとか、やっぱそれをお客さんモチベートしていくための発信っていうのをメインでやっていると。はいはい。なるほどですね。素晴らしいですね。で、ちなみに実際、まあ2ヶ月で350人っていうね、まあリストを実際集められているわけなんですけども、まあ、この LINE の配信で、次になんか、こういう LINE の配信でこういう内容意識してますとか、もしそういうのもあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、そうですね。LINE は、やっぱり、結構、配信、LINE の配信ってなると、はいはいはい、なんか堅苦しく、うんうん、なんか友達に送るときはすごい気楽に送れるのに、うんうん、で、お仕事になると、突然なんか、なんとかいたしますみたいな。なんか寄せ寄せしいよみたいな。はいはいはい。
でもやっぱり私は気楽に話しかけてほしいので、うんうんうん、あの、まあ、フランクな感じで、うんうん、でも、あの、しっかり伝えたいことは、盛り込んで、うんうん、で、配信しているつもりで。うんうん、はい。素晴らしいですね。まあ、で、実際、あの、カイクラさんとかもね、LINE の配信、まあ、うちの SYK のテンプレートの型を元にしてね、あの、作っていただいてると思うんですけども、まあ、うちのあの、24個のテンプレートプラス8テーマについて、あの、配信沿って、まあ、基本的に回避活動としてはもう、本当にフランクな口調で全然ね、あの、OK ということなので、皆さんもぜひね、あの、まあ、なんて言うんですかね、あの、まあ、別に必ずしもタメ語使えっていうわけではないんですけど、まあ、なんか、お友達とかね、まあ、ご家族に送るような LINE に近いような、あの、語りかけるような口調とかね、そういうのは結構反応良かったりしますよね。うんうん。はい、ありがとうございます。で、次にちょっと聞いていきたいのが、まあ、実際今ね、あの、LINE にこれだけ集客をして、実際収益も上げられてるっていうことだと思うんですけど、まあ、うちの学科入る前、まあ、月7万円のパートへの収益のみっていうところから、まあ、今月商で130万ってとこまで来た時の、その、ぶっちゃけどうですかね、なんかあの、見える景色とか、まあ、その時の実際どういう気持ちだったのかとか、そういう心情面的な変化とかもあれば、それもちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、ぜひ稼げるようになってみてどうですかね。本当に、あの、一番思ったのは、もっと早く、うん、あの、講座とか、うん、有料の、あの、情報を得ればよかったなって思うのが一番で、あ、なるほど、やっぱり、教えていただいた通り、やったら結果が出たっていう感じなんですね。うんうん、はい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 。で、なるほどなるほど、本当に、まあ、普通のママが、うん、まだね、一番下が、あの、1歳2ヶ月なんですけど、うんうんうん、の子育てをしつつ、月商132万も稼げるっていうことが、うん、もうなんか本当にありがたくて、信じられなくて、でもやってることは、本当に簡単な作業なんですね。うんうんうん、これ本当にみんなに、そのママとか本当に知ってほしいなっていう思いがすごい強いんですけど、私は。はいはいはい。そうですよね。やってることは全然簡単なので、うんうんうん、その、何ですかね、もうみんな、お金払って口座に入ればいいのにって思ってます。まあね、うちの本講座の方もね、あれです。まあ、YouTube はね、無料で学べるので、まあ、そこでね、より価値を感じていただけたら、ぜひね、ご入学健康指導していただけたら嬉しいなと、ね、はいはい、思いますね。ありがとうございます。で、最後になんですけども、最初ね、SYK のチャンネルを見ていただいたってとこで、まあ、僕自身、まあ、今回であれば、まあ、僕、北野の、まあ、ぶっちゃけの第一印象、どんな印象でしたかみたいな。これ毎回聞いてるんですけども、最初僕見た時の率直な、これ本当に、あれです、打ち合わせとか一切しないんでね、僕もドキドキなんですけども、なんか、ありますか、パッと見の第一印象みたいな。パッと見パッと見の、パッと見というか、なんか、そう、まあ、僕に対しての印象でもいいし、まあ別になんかね、会社に対してのイメージでもいいんですけど。でも、なんか動画とかもすごいわかりやすくて、はい、はいはいはい。まあ、実践しても、まあ、その時はね、結果が出なかったんですけど、うんうんうん、まあ、言ってることとかもすごいわかりやすかったので、うんうん、その真似をしやすかったっていうのはすごいありますね。ああ、なるほど。うん。で、その年齢がすごい若いことにびっくりしましたね。で、こんなに稼いで見えるんだなっていうのが。なるほど。よかったです。ちょっと何言われるかなって僕はちょっとヒヤヒヤしながらいつも聞いてるんですけど。ああ、そうなんですね。はい。でも逆になんかね、まあ、カイラさんとかはやっぱ若いですけど、うちの学科生の方とかはやっぱり、本当にいろんな幅広い年代の方がやっぱ多くて、で、逆に言うとね、うちの学校も20代って一人もいないんですよ。昔、20代の人、本当一人二人いたかなぐらいで、基本的にはもう30代の方もいれば40の方もいて、50の方もいてっていうようにね、本当に各世代、いろんな、年代の方が入ってくださってるので、そうそうそう。なんか僕だけ若いのに、ね、逆に20代の人が逆に集まってこないみたいなね。そういう傾向ありますね。はい。っていうのはいいとして。まあ、次、最後にね、じゃあこれ、ご質問なんですけども、まあ、カイクラさんが、まあ、今すごい、まあ、ある程度稼ぎるようになった時の自分から見て、まあ、当時、一歩踏み出せなかった時の自分っていたと思うんですよね、当時。で、その時の自分に向けて、まあ、何かこういう言葉を投げかけてあげたいなとか、まあ、そういうのがあればね、一言、いただければと思うんですけども。はい。はい。そうですね。なんかその時は、やっぱり、その、リスクを負うのが怖くて、うん、で、無料の動画で、うん、今いっぱい YouTube でね、いろんな情報ってすごい流れてると思うんですけど、うんうん、どれが本当なのかっていうのが、やっぱり見ててもわからなかったんですよね。うん、どれを知ってたのかわからないっていう。でも、
あの、やっぱり、その投資、自己投資をすることによって、うん、その、自分の中のモチベーションも変わりますし、もうやらなきゃいけないって、うん、まあ、特に私はそうなんですけど、はいはいはい、やらなきゃいけないって状態にならないと頑張れないみたいな。はい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 。でも結構そういう人多いと思うんですよね。うんうんうん、で、やっぱりそういうところに追いやって自分を奮い立たせるっていうのはすごい、うんうん、あの、稼ぐってことは重要かなっていうのはすごい感じて、うんうん、なので、もういち早く自己投資をすべきだなと言ってやりたい。うんうんうん、まあなんかやらざるを得ない環境をもう作っちゃうっていうのはね、あの、結構早かったりしますよね。うん。なるほどですね、その自分の中のモチベーションを振り立たせられるようなもうそういう環境にね、もう身を置くためにももっとどんどん自己投資をしていった方が良かったんじゃないかなっていうのが今思えばっていうところですかね。はい、うんうん、かしこまりました。はい、ありがとうございます。で、あの、最後になんですけども、あの、貝倉さんもね、あの、 LINE アットっていうのを日々ね、あの、配信されていらっしゃってて、まあ、あの、概要欄の方にもね、貝倉さんの LINE アット貼っておりますので、これすごい勉強になるので、皆さんぜひ登録しておいてほしいなと思うんですけど、ちなみに今って LINE アット、まあ、登録したらなんかプレゼントとかってついてるんでしたっけ？そうですね。はい、今は、うん、まあ、普通のママだ、うんうん、私みたいなママが、うん、まあ、3万から50万の収入を得られる方法っていうものを動画でお渡ししています。わかりました。じゃあ、こちらね、まあ、得られる収入を得られるための、まあ、まあ、副業マニュアルっていう感じですかね。はい。副業在宅マニュアルっていうのね、こちらまあもらえるということですので、まあ、ぜひね、興味の方はぜひ概要欄から LINE 登録して、ぜひね、プレゼントもゲットしてみていただければというふうに思います。はい、ということで、貝倉さん、本日は、お時間いただきね、動画を撮っていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。